ドイチボーレンは、ドイツ・ベルリンに本社を置き、住宅の販売、賃貸や管理を行っている、不動産会社。ドイツの不動産会社としては、ボノビアに次ぐ規模を持つ。フランクフルト証券取引所上場企業。ドイチボーレンは1998年、ドイツ銀行の子会社として設立された。1999年11月に、株式上場を行い、 フランクフルトアムマインを拠点とし、ラインマイン地方とラインラントプファルツ州を中心に、主に同銀行員向けの住宅提供を行っていたが、2006年7月、同銀行のグループを離れ独立した企業となった。一方、1924年にベルリンで住宅供給公社のジハグが設立され、同行社は20世紀を通じ、ベルリン地域で 約10万件のアパートを提供していたが、1998年に株式の4分の3を公開、2005年にアメリカの投資会社オークツリーキャピタルマネージメントが株式の8割以上を買収していた。2007年、ドイチェ・ボーネント・チハグが合併し、現在のドイチェ・ボーネンの母体となった。2013年、ベルリンを拠点とする GSW ・イモビリエンを株式交換により、 買収して子会社とし、首都地域におけるシェアを拡大、続いて2015年、同業大手のレックイモビリエントの経営統合を発表するも、ボノビアがドイツェボーレンに敵対的買収を仕掛けたため頓んした。資産の約7割がベルリン都市圏であるほか、ルール地方、ドレスデン、ライプツヒ、ハノーァー各都市圏などに資産を持つ。バイマル共和国時代に、 ジハグが提供したジードルング中、グロースジードルングブリッツ、ボーンシュタット、カール・レギーン、グロースジードルング・ジーメンスシュタット、およびバイセシュタットは2008年7月、ユネスコからベルリンのモダニズム集合住宅群の構成要素として世界遺産に指定されている。ありがとうございます。